ございます。トラス屋です。ここは京都駅。今から北海道の旅に行ってきます。時刻は8時35分。8時45分発の関空特急はるか号、これに乗って関西空港へと向かいます。関空特急はるか13号、関西空港行きです。よし、ということで関西空港駅に到着しました。現在時刻は10時5分。今から僕が乗るのはビーチの飛行機 LCC ということで、第2ターミナルを発着します。やってきました。あれに乗って向かいます。第2ターミナルへと到着しました。国内線、時刻は10時20分。今回はですね、あちらにある自動チェックイン機は使わず、すでにね、僕オンラインでチェックイン手続きを済ませてあります。嬉しいことにね、ピーチオンラインチェックインができるんですよ。もうね、座席も決まっていまして、 18F、 これはね、きっと窓側ですよね。ちょっとここのローソンで朝ごはんでも買っていくか。いくらの醤油漬け、おにぎり、もうね、気分は北海道ですよ。じゃあいただきます。普通のね、ローソンのおにぎりなんですけれども、今から北海道に行くぞっていう気持ちで食べるととっても美味しいです。時刻は10時39分。今から保安検査場へと向かいます。国内線だからあっという間に保安検査場も通過。僕が今から乗る MM107 新千歳空港行き、11時25分に関西空港を出発します。搭乗時刻20分前までに搭乗ゲートのところへお越しくださいということなので、11時5分までに到着すれば大丈夫ですね。でね、搭乗する時の注意事項なんですけれども、今から乗るのはピーチの飛行機 LCC ということで、荷物のね、重量制限が決まっています。 7kg まで、しっかりとね、入り口のところで測られましたので、皆さんもご注意ください。10時59分となりました。今から飛行機の方へと向かいます。残念ながら今日は雨の天気。ここにね、傘が置いてありまして、これを使ってね、飛行機の方まで向かったらいいみたいです。おー、すごいすごい、こんな感じですよ。でもね、傘のサービスがあるのは嬉しいですよね。自分でね、飛行機に乗り込んでいく必要があります。これがね、ピーチの醍醐味、楽しみでもあるんですけれども、雨の日はね、結構大変ですよね。でも嬉しいことに、ほらほら、この黄色い傘、これがね、無料で貸し出されていまして、よかった。今までね、雨が降ったらどうなるのかちょっとよく分からなかったんですけれども、この吹きさらしの中、ずぶ濡れになりながら敵に乗り込んでいくのかと思いきや、そういうわけではないみたいです。ということで、今から乗り込んでいきます。機内へと乗り込みました。座席についてはこんな感じ。やっぱりね、 LCC ということでシートピッチは結構ギリギリって感じですかね。全然余裕はないんですけれども、2時間ぐらいですからね、全然大丈夫でしょう。テーブルとかはついているんですけれども、機内モニター、そういったね、エンターテイナメントサービスなどはついていません。そしてコンセントなどもついていないから、充電したかったらね、自分でモバイルバッテリーを持ってくるとか、そういったことになるみたいです。そしてね、 LCC ということで機内サービスなどもありません。飲み物とかは自分でね、購入する必要があります。とはいってもね、結構良心的価格設定なので、全然ね、買ってもいいと思いますよ、欲しかったら。新千歳空港に到着しました。現在時刻は13時29分。新千歳空港ではね、ボーディングブリッジ接続だから楽ちんです。荷物は何も預けていないから、そのまま出口へと進んでいきます。やってきました、北海道。現在時刻は13時32分です。でもね、今日の僕の目的地は函館なんですよ。函館、ここからね、まだ270キロ程度離れています。というわけでね、 JR 特急列車に乗って函館へと向かいます。まだね、列車までね、だいたい1時間半ぐらい時間があるんですよ。ということでね、ここでお昼ご飯を食べていきましょうか。ちょっとね、先に JR の切符だけ引き換えておきましょうか。この新千歳空港なんですけれども、鉄道がくっついていまして、とっても便利です。ということで、空港の地下には新千歳空港駅が接続。ここで引き換えられそうですね。今回はね、駅ネットで予約をしました。 QR コードの読み取り、列車限定割引特ダネ15という切符です。これね、事前に購入予約をしておきましたら、割引価格でチケットがゲットできるっていう、そういうね、お得な切符になっています。南千歳から函館まで7260円なんですよ。通常価格、南千歳から函館までは乗車券と特急料金を合わせて8560円です。
まあ、それがね7260円になるということで、だいたい1500円ぐらい安くなるのかな。お得な切符、 JR 東日本のサイト駅ネットで予約をしまして、でここで受け取る、そういったシステムになっています。でもねこの切符は南千歳駅からということで、今いるのはね新千歳空港なんですよ。220円南千歳駅までの切符を買います。こちらの2枚の切符を合わせることによって新千歳空港から函館までお得に行けちゃいます。ということでね、まだ1時間以上時間がありますので、ちょっとなんか食べていきましょう。ということで空港の3階グルメワールドへ。これがね新千歳空港です。すごくないですか。なんかまるでどっかのねショッピングセンターみたいですよ。なんかこの雰囲気普通にねイオンモールとかそんな感じみたいです。一つ違うのは流れているアナウンス、これがねやっぱり空港にいるんだなと実感させてくれます。食べるとこを探していきましょう。いっぱいねありますよ。ここにねジンギスカンのお店がありましたね。北海道名物松尾ジンギスカン、ジンギスカン食べていこうかな。ジンギスカンなんか美味しそうですよね。よし、ということでお店の中へとやってきました。注文はねタッチパネルでする方式。これにしようか、特上ラムセット。ちょっと贅沢に、ご飯お味噌汁もついてくる。まあ、一緒でいいでしょう。でやっぱりビールですよ。ビール札幌クラシック、やっぱこれですよね。ということでやってきましたジンギスカンセット。今ね店員さんがほらほら焼き方を説明して焼いてくれましたよ。デモンストレーション優しいです。やってきました北海道。ということでまずは1杯目乾杯と、はあ、いややっぱり美味しいです。久しぶりに飲む札幌クラシック、やっぱり北海道といったらこれですよね。こんなもんでいいのかな。結構焼けてきたかと思います。じゃあ早速いただきましょう。特にね漬けだれとかはなくって、このままねもう食べたらいいみたいです。ジンギスカンいただきます。おいしい。若干の羊感は感じるんですけれども、それほど特に臭みとかもないですし、普通に美味しいですよ。もやしも一緒にいただきます。このもやしも美味しいですね。すごいねお肉のエキスを吸い込んでいますよ。これ間違いなくねビールのお供にもぴったりです。ちなみにねここあのご飯とお味噌汁のおかわりもね自由にできるみたいです。まあ別に僕は一杯でいいんですけど、あのお肉が美味しいっていうよりかはこのお肉の漬けだれ、それが美味しいかもしれません。お肉、そしてタレをタラタラーっと食べてきました。松尾ジンギスカン、やっぱり北海道といったらこれですよね。ということで美味しくいただいてきました。お会計は3110円。いやリッチなねお昼ご飯となりました。いやとってもね満喫はしているんですけれども、まだここは空港です。本日の目的地は函館、そろそろ向かいましょう。ということでね今から列車に乗りますので、列車のお供をね購入したいです。確かねコンビニがあったと思うんですよ。コンビニエンスストア、あったあったローソン、ここでね列車のお供を買って行きましょう。列車のお供も購入しました。ということで駅へと向かいましょう。まっすぐそこですけどね。 JR 新千歳空港駅に到着しました。今から列車に乗って行きましょう。まずはお隣南千歳駅へと向かいます。こっちかな、スペシャルラビット10時50分発の札幌小樽行き。とりあえずね一駅お隣南千歳駅を目指して行きます。そこでね特急列車に乗り換えます。ということで一駅だけこちらの快速列車に乗車。よし、ということで南千歳駅に到着しました。新千歳空港駅の一つお隣、ここでね乗り換えて行きます。函館方面は一番乗り場、このねプラットフォームの間にこんなね重厚な扉があるんですよ。これがやっぱりね北海道らしいですよね。すごい、あそこにね改札口があるんですけれども、改札口までのところにもねなんと扉が設けられていますよ。さすが北海道。そしてそこに待合室があります。特急北斗号に乗るんですけれども15時17分発です。あと20分ぐらいあるな。とりあえずプラットフォームに降りてみるか。よいしょ。おっていうかね、さっきまでずっと建物の中にいたからわからなかったんですけれども、結構寒いですね。あ、ちょっとね服装を間違えてきたかもしれません。一応ね今長袖の上着を着てはいるものの、この中はね半袖なんですよ。結構ねひんやりしますよ。さすが北海道。おー、すごい貨物列車が通過していきました。いやーというか寒い、風が強い、寒すぎる。ちょっと中に戻りましょう。あー寒かった。ここにね待合室があったんですけれども、あの奥にね売店がありましたよ。売店が、あ、ビールの補給ポイントにもぴったりですね。僕はねもうすでに買ってるから大丈夫なんですけれども、
ということで特急北斗号やってきました。これに乗って函館へと向かいます。いやすごい、なんかやっぱり JR 北海道らしい重厚感のある列車スタイルとなっていますよね。ということで乗り込んでいきましょう。結構なんかお客さん乗ってそうですね。電車駅は苫小牧、白尾、上り鉄、東室蘭、伊達門鉄、大谷、長谷川、市役所、通り、大沼公園、新函館港、五稜郭、終着、函館。列車に乗り込みました。結構ね車内は満席状態となっていまして、僕のお隣のところにも座られています。ということでね、ちょっとひそひそとこんな感じで先ほどね札幌クラシックをいただきました。缶をブシュッと行きました。特急北斗号北海道の列車の中でも乾杯と。車窓にはねもう早速北海道らしい風景が広がっています。いやすごい広大な原野と、それからどこまでも続いていく白樺の木、これぞね北海道らしい風景ですよね。で座席についてはこんな感じ。特急北斗号ね、なかなかグレードの高そうな座り心地のいい列車となっています。シートねむちゃくちゃふかふかとしているんですよ。座り心地抜群で、テーブルもね結構大きいやつがくっついています。電源コンセントさすがについてないのかな、ちょっと見当たらないんですけれども、まあ普通に座る分にはねむちゃくちゃ快適ですよ。京都はね残念ながら雨の天気ではあったんですけれども、北海道は晴れています。お、見てください、進行方向左手には道路がありまして、その先にはどこまでも続く海が見えています。いやすんごい綺麗なブルーの色合いをしています。むっちゃ綺麗ですよね。お、列車はね先ほど東室蘭駅を発車しました。ちょっとね隠れてはいるんですけれども、向こうの方にね橋が見えるのが分かりますでしょうか。あそこにね下に海が流れていまして、その対岸の陸地あっち側にあるのが室蘭です。お、ほらほら見てください、むちゃくちゃ海に近いところを走っています。これがね内浦湾ですよ、内浦湾。いやむちゃくちゃ海が近くて、そして海のブルーの度合いが濃いです。むっちゃ綺麗ですよね、さすが北海道の海。この先ね本当に何十キロ、もしかしたら100キロ以上にわたってこのね内浦湾沿いに進んでいきますよ。線路は内浦湾は別名噴火湾とも言われていまして、なんでそう言われるかっていうと、この近くには活火山がたくさんあるから。ほら有名な登別温泉とかもありますよね。ほらほら向こうの方に対岸に陸地があるのが分かりますか。あっちの方にまでねずーっとなんていうかぐるーっとかけていくんですよ。だから函館はねあっちの方になるかと思います。まあ、船とかだったらね一気に突っ切っていくことができますけれども、まあこれはね列車ということで、ぐるーっと回り込んでね向こうの方まで目指していきます。この先ずーっとひたすらこんな感じの景色が続くんですよ。もう本当にね多分100キロ以上間違いなくありますよね。いやすっかりと日も暮れてきましたけれども、いや長い長い函館本線スーパー北斗の旅、なかなか楽しかったです。函館に到着ということで、現在時刻は18時33分。ここがね函館本線の終着駅、函館駅です。ここから先伸びる線路はもうありません。ようこそ函館へ。このね東端式ホームがとっても臨場感がありますよね。ちょっとこの切符記念に持って帰らせてもらおうかな。ここが函館、すっかりとねもう日も暮れてしまったんですけれども、函館の街こんな感じなんですね。おー、とってもね都会的な雰囲気ですよ。今からの予定なんですけれども、今夜の宿へと向かいましょう。もう今日はねもう朝からずっと移動の一日となりまして、結構疲れてしまいました。とりあえずホテルへ行って、あ、それから晩御飯を食べる、そんな感じの予定です。というか空がねむちゃくちゃ綺麗ですよ。おー、美味しそうなお店がいっぱい並んでいますよね。今夜の晩御飯もどこで食べるか楽しみです。ビジネスホテルにとっているからね、晩御飯もね外に食べにできますよ。あ、ほらほら函館といったらね路面電車函館市電も有名ですよね。
早速目にすることができました。明日はね、あれに乗って観光に行って向かいたいと思います。そしてね、北海道のコンビニチェーンといったらこれですよ。これセイコーマート、こんなところにありました。いやー、セイコーマートを見ると北海道にやってきたなと実感しますよね。到着しましたホテルサンシティ函館、今夜のホテルはこちらです。ということで今からチェックインして行ってきます。チェックイン、チェックイン。アメニティ類はここから持っていくタイプ。歯ブラシ、あ、ボディタオルがある。やった。今日のお部屋は6階の603。到着しました。本日のお部屋はこちらです。シングルルームを予約しました。大きなベッドがポカンと置いてありまして、残りの余白スペースはこんな感じ。テーブルはね、横長タイプで結構使いやすそう。椅子もちゃんと装備されています。背もたれ付き。テレビはコンパクトタイプの日立製。冷蔵庫もコンパクトタイプのナショナル製。電源は、あ、最初からついているタイプですね。電気ケトルとお茶セット。電気ケトルはね、ちょっとコンパクトタイプの、よくね、ビジネスホテルとかで見かけるタイプですよ。冷暖房は嬉しい個室空調タイプ。好きな温度設定にすることができます。なんかやや古めかしく感じるけれども、まあ特に問題はないか。そしてこっちにあるのがユニットバス。ユニットバスは、おお、ちゃんとね、清潔感バッチリありますね。浴槽はね、それほど大きくないんですけれども、全く問題ありません。なぜならこのホテルには大浴場があるのです。そしてトイレについてはウォシュレット付き。そして気になる窓の眺めはどうでしょう。ということでオープン。こんな感じ。まあね、よくあるビジネスホテルっていう感じで、特別眺望がいいわけではないんですけれども、ちゃんとね、周りの景色はね、見えるようになっています。すぐ横に隣の建物がドカンとか、まあ、そういうわけではないですね。うん、さすが広々北海道。このホテルね、やや年季を感じる部分もあるんですけれども、清潔感はね、十分にありますから、全くね、問題ないかと思います。強いて言ったらね、ちょっと部屋の明かりが暗いかなっていうぐらいですかね。まあ、この映像で見る限りだったら、それなりにね、明るく見えるんですけれども、肉眼だったらややね、このベッドサイドが薄暗く感じます。特にこっち側はね、電気がないんですよ。ちょっとベッド周りも若干古いんですけどね、特にコンセントなどもないので、ちょっと使い勝手はね、やっぱり最新式に比べると劣るんですけれども。で、嬉しいのがね、このホテル大浴場がついているんですよ。ただし残念ながら浴槽はね、1個しかありませんでして、浴場は男女入れ替え制となっています。こんな感じでね、男女順番交代で入るっていうシステムになっています。男性は18時から20時50分そして22時30分から24時、女性は15時から17時50分、そして21時から22時20分、そんな感じになっています。朝もね、同様に時間入れ替え制です。そしてね、何よりも嬉しいのがそのお値段。なんとね、一泊素泊まりではあるんですけれども、これでね、4500円なんですよ。いや、むちゃくちゃ安くないですか。大浴場がついていまして、で、函館駅からもね、徒歩圏内ということで、まあむちゃくちゃ近いっていうわけではないんですけれども、10分もかからないですし、ホテルにはね、公式ホームページのところには8分って書いてありました。徒歩8分。いや、結構ね、便利な立地ですよ。清潔感もあって、お風呂もついていて、あ、それで素泊まり4500円。いや、結構ね、ここいいかと思います。時刻は19時21分となりました。食べに行きましょう。晩ご飯楽しみ楽しみ。何を食べましょう。まあやっぱり間違いなく海鮮系ですよね。まあ、それにしてもね、なんか結構人少ないですよね。駅からもね、別にそんなに離れてないんですけれども、周りには全然誰もいません。あ、ここか、ウーサンコ。さっきね、 Google マップで見てみたらここへ下げだったんですよ。ここ行こうかな。結構でもいっぱいそう。どうだ。ということでね、今ここに入ろうとしたんですけども、ただいま満席みたいです。結構やっぱり人気のお店みたいですね。で、残念、今ですね、しばらく席に空きはなさそうということで、ちょっと諦めることにしました。別のところに行きましょう。なんかね、一応姉妹店があるみたいなんですよ。あっちかな。あったあった、ふさや。ここか。ここがね、姉妹店らしいんですよ、さっきのところの。まあここでもいいか。ここ行ってみよう。どうだ。よし、ということでお店の中へとやってきました。今ね、カウンターのところにいますよ、カウンター。で、本日のメニューなんですけれども、こんな感じで見てください。むちゃくちゃね、お刺身、お魚メニューがたくさんあるんですよ。僕ね、このホヤが食べたかったんですけれども、残念ながら今日はホヤはね、入荷待ち、品切れということでないみたいです。ということでね、ホッケ刺しと、それからニシン刺しを頼みました。そしてね、飲み物メニューはこちらです。まあ、他にもね、ビールとかもちろんあったんですけれども、今ね、日本酒を頼みましたよ、やつだっけ。
北海道の地酒千歳鶴辛口で480円。ということでとりあえず日本酒いただきましょう。さっきよいしょということでやってきました函館に。乾杯と。お餅はなんか甘いような辛いような不思議な味わい。そしてねここにあるのはこっちがお通しで、こっちはなんかお店からのサービス品ということみたいでした。お通し品いただきます。うん、味がね旬でてまあまあ美味しいですよ。あそしてねこっちの方に焼き物メニューとかがありまして、ザンギがありましたよ。ザンギ、ザンギといったら北海道の唐揚げですよね。ハーフサイズ3個で売ってるからこれは1人にも嬉しい。これ頼もうかな。どんこの唐揚げがやってきました。なかなかねどんこって珍しいですよね。ちょっと見た目はね唐揚げだから分かりにくいんですけれども、あのわりかしね珍しい魚だと思います。どんこの唐揚げいただきます。うん、あ美味しい。すごくね皮がもちりとしていて、身の味もねなんかお魚感があって美味しい気がします。そしてねほらほらホッケ刺しがやってきました。ホッケ刺し、ホッケってねほらよくスーパー、北海道以外でもね本州でもホッケって売ってますけれども、大体ホッケの開きとかでしか売ってないじゃないですか。お刺身でね食べることができるんですよ。これむちゃくちゃ珍しいですよね。ホッケってこんな顔をしていたんですね。僕初めて生のお魚を見た気がします。ちょっと醤油につけて、どんな味がするんでしょう。あすごいなんかねっとりしたもちりした味わいです。なんか甘みがねニューっとしてますよ。美味しい。そしてね次にやってきたのはニシンのお刺身です。ニシン、これ珍しいですよね。なかなかねニシンを生で食べる機会ってこれもねまたないと思いますよ。生姜醤油で召し上がってくださいということなので、じゃあニシンのお刺身いただきます。うんうん、あ結構ねコリコリしてますねこれニシン。ちょっとねやや小骨があるんですけれども、なんかねコリコリ食感で、うんうん。あということで日本酒飲み終わりました。もう一杯頼みましょう。もう一杯よし。ということで金滴というお酒を頼みました。いやすごいなみなみ、ちょっとこぼれてしまってるけれどももったいない。じゃあいただきます。あ結構ねすっきりタイプ、辛口タイプで美味しい。結構ね僕の好みの味わいです。うんうん。そしてねザンギもやってきました。ザンギ、北海道の唐揚げですよ。ザンギいただきます。うん、むちゃくちゃジューシー。なんかね中の鶏肉の味ももちろん美味しいんですけど、多分つけだれなんかタレが美味しいですね。タレよし。最後にねお会計するって言ったらサービスでねあら汁がついてきました。嬉しい。すごいすごい、ちゃんとねほらほら魚の身も入っていますよ。でスープ、おすごいすごい、むちゃくちゃねお魚の出汁の旨味を感じますよ。超美味しいこれ。ただいま後ろのお店ふさやというところで食べてきました。いやーむちゃくちゃ美味しかったです。お会計は4140円。いや北海道でしかねなかなか食べられないようなホッケのお刺身とか、それからニシンのお刺身、いや大満足でした。あの間違いなく皆さんにもねおすすめできるお店だと思います。さっきね最初に行ってきたお店、ちょっとなんていうお店だったかは忘れてしまったんですけれども、そこの姉妹店ということで、まあ、多分ねどっちのお店に行ってもねあの間違いはないかと思います。北海道のコンビニといったらやっぱりセイコーマート、ここでねホテルのお供を買って帰ります。よし、帰ってきました。ただいまと。よし、じゃあ今からお風呂に入ってきます。大浴場、やっぱり大きなお風呂に入ると気持ちがいいですよね。ということでお風呂上がりのビールをいただきましょう。小樽爆酒地ビールですよ。まあ、函館の地ビールではないんですけれども、小樽の地ビールなんですけれども、同じ北海道ということで小樽の地ビール小樽爆酒をいただきます。小樽爆酒で乾杯と。いやーむっちゃくちゃ美味しいです。やっぱりねお風呂上がりのビールはとってもとっても最高。ちなみに明日はですね一日函館に滞在するということで、朝から晩まで函館観光、それから美味しいグルメに勤しみたいと思います。ここまでのご視聴ありがとうございました。これからも楽しい旅の動画を投稿していきますので、この動画を見ていいなと思っていただけたら、ぜひともチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、おやすみなさい。